神ヤングン。阪神、森下翔太外野手が21日、甲子園球場に隣接する室内練習場で行われた1軍全体練習に姿を見せなかった。20日、ソフトバンク戦のライト守備陣に右足を負傷したとみられる。この日は甲子園クラブハウス内でのトレーニングに終始、完全別メニューで調整した。平田ヘッドコーチが、昨日のゲームでちょっと足を負傷した。近日中に病院に行く。診察と現状を説明。29日の巨人との開幕戦まで1週間と迫るが、昨日も歩いて帰ってきてるでしょ。診断によってだと思うけど、まあ大丈夫だと思うよと見通しを明かした。大卒2年目の森下は、ここまでオープン戦12試合の出場で12球団2位の打率3割1分1厘、1本塁打、4打点。8試合連続安打中と上り調子で、開幕もライトでのスタメン出場が確実視されている。仮に間に合わないとなれば、球団史上初の連覇を目指す阪神にとって大きな痛手だ。軽傷っぽいから大丈夫やろ。昨日、森下が早めに交代したのは、そういうことだったか。森下ダメでも、前川が開幕スタメンにすれば、ええやんって真の余裕あるわ。こういうこともあるからな。ノイジー、いてよかったなお前ら感謝せよ。森下の代わりに、いつぼは出たらよいのに。森下すぐ復帰ならいいけど、甲子園のライト、任せられるの他におる？なんだかんだ出てるのホームラン以外やと、森下の一撃が試合の空気変えてくれるからな。継承というのを信じて待つしかない。前川くんチャンスやん。これはものにしないと、森下が帰ってきても、ポジション取り返されないくらいの活躍をしようぜ。森下も守備いまいちなのに、前川の守備とか。近本が全部、なんとかしてくれるやろ知らんけど。地味にスペだよな。森下って、オープン戦結構出てたっけ？調子良かった印象やけど。代わり前川カーダクサすごいな。他は休ませながらなのに、使い続けたからな。前川ライトとか正気か？まあでも、不動のレギュラーってわけでもないからのー。